守る。頭脳明晰、運動神経も抜群。はい、よくできました。守くん、すごい。おまけに可愛いガールフレンドまでいる完璧な小学4年生。そんな俺にもただ一つだけ欠点がある。それは、山田くん、頑張って。ビート板があれば浮き輪をしてるのと同じよ。でも守る、浮き輪してても泳げないんじゃない？こりゃ今年も金槌決定だな。なんでなんで。よし、それじゃ飛び込みの見本を見せてもらう。ゆかとしんじ。ゆかちゃん、一緒に帰ろうって言ったのに、なんで先に帰っちゃうの？明日俺たちプール行くんだけどさ、お前も来る？プール？まあ無理にとは言わないけどさ、ね、ゆかちゃん。もうしんじくんたら。ね、まもるくんも一緒に行こう。私バタ足教えてあげる。俺いいよ。あら、遠慮しないで。私も教えてあげるから。ただいま。おかえり、スイカ食べる？マモル、何それ、喧嘩？原因は何？ねえ、どうしたのってバーン。俺が泳げなくなったのは、元はといえばこいつのせいで。あれはそう、俺がまだ1年生でミーコは泳げるようになったばっかの頃。本当に死ぬかと思った。あれ以来すっかり水が怖くなっちゃったもんな。ねえねえ、スイカ食べないの？食べないんならもらっちゃうよ。勝手に食べればいいだろ。脅かさないでよ、種飲み込んじゃったでしょ。俺の悩みも知らないで。ミンコのやつ。マモルとパパはまだお風呂？そういえば長いわね。いいぞ、あと10数えるまで我慢だ。もういつまで入ってんの？そんなに顔拭かなくてもいいだろう。濡れるの怖がってちゃダメだぞ。マモルまだ金槌なの？泳ぐのなんて簡単なのに。ニコ、守るが一生懸命頑張ってるのにそういう言い方するな。いいよいいよ、どうせ私なんて。ねえ、明日日曜日だし、みんなで区民プールへ行って守るの特訓しない？お、いいなそれ。わー、プールとプールとなんなんだな、なんなんだ。ゆかちゃんたちが行く区民プールじゃありませんように。ねえママ、守るの特訓をしに来たんじゃないの？考えてみたら、私もそんなに泳げる方じゃなかったのよね。守ってな。守る、ファイト！もっと太ももから大きく足を動かすんだ。そうそう。ゆかちゃん、みーこちゃん、まもるくん来てたの。ゆかちゃんたちも組プールだった。
マモル、そんなやつほっといて泳ごうぜ、ゆかちゃん。向こうで泳ごう。え、ちょんま、あれれ、プールなんて大嫌いだ。怖がるなよ。マモルは覚えていないかもしれないけど、お前が赤ん坊の頃は水なんてちっとも怖がらなかったんだ。マモルはミーコより早く一人で泳いだんだぞ。あー、マモルは泳ぎがうまいわ。そういえば、だから頑張ろう。私の方こそありがとう、マモルくん、助けに来てくれて。いや、俺もう夢中で。なんだよマモル、あんたちゃんと一人で泳げるじゃないの。何言ってんだよ、あれは浮き輪があったから。マモル、浮き輪してなかったよ。え、ということは。よかったねマモルくん、おめでとうマモル。マモルくん、今度クロールの練習とかもしよう。うん。いや、やっぱり特訓の甲斐があったってもんよね。ずっと寝てたくせに。よし、じゃあマモルの初泳ぎをお祝いして、みんなでかき氷食べに行こう。やったやった、行こう、ゆかちゃん。こっち向いてニーコ。